アコシュミネトラジ。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今夜もこの時間がやってまいりました。アコシュミネトラジ DJ 増本です。はい、今週末はウクレレキャンプ第9回ウクレレキャンプです。はい、残念ながらなんか天気が微妙な感じのところにもなってるんですけども、まあ予報がちょろちょろと変わってますので、なんとかこううまい具合に逃れられればいいなというところなんですけど、まあ練習会は屋内でやりますので、まああのキャンプサイトに泊まる人だけ雨、まあでも雨のキャンプもまたこれがですね、このタープとかテントに雨がこう当たりながら、ちょっとこうまったりとするのもいい時間なんじゃないかなと。まあもちろん晴れた方がいいんですけどね。まああのでも天候にはかなわないところもありますので、あと何日か日頃の行いをよくして晴れてもらうように頼みたいと思います。というところで今夜もスタートです。茅ヶ崎 FM。はい、改めましてこんばんは、 DJ 増本です。 YouTube っていうのは一つ動画を見ると関連動画で似たようなのがどん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 上がってくるんですよね。このウクレレキャンプに向けてキャンプギアのおすすめ、私の買ったキャンプギアの中で、トップ10を、リーズナブルなものとかでこういいキャンプ道具ですね、紹介しますという動画を見たんですけど、そしたらあのわりかしいいものがあって、あ、これあると便利やなっていうので結構ちょこちょこちょこっと買ってしまったんですね。まあ、例えばスノーピークのこう肉をひっくり返すやつ、なんていうの、ピッチかなとかっていうやつなんですけど、それがすごくいいということで、まあバーベキューもあるし、ウクレレキャンプで肉をちょっと焼いて、それもさっさとこう食べるようにいいかなというので買ってなんて、あとはあれですね、グランドシート、まあテントの下に敷くっていうのが敷くものですね。これがあのメインの使い方だと思うんですけど、荷物をちょっと置いたりするのにいい、あとはレジャーシート代わりに使えるっていうのをいいのを見つけて買ったんですよね。で届いてみるとあのブルーシートなんかよりも全然こう綺麗に畳めますし、結構厚みもあっていい感じなんですよね。はい、これウミレレでも使えるし、ウクレレバーベキューの時に荷物置いたりするのにもいいなっていう風に買ったりとかですね、いろいろなんかこうね道具が増えてくるんですよ。でまあその元の話に戻りますと、そういうのを YouTube で一回見るとまた関連動画で似たようなのが出てくる、2022年に買った、ベスト8はみたいな感じで動画が出てくるわけですよ、別の人のね。でそれ見て、あ、これまたいいやって Amazon で検索してポチッとしてうちに届くと、そういうのがどんどん繰り返されてですね、まあ今まではウクレレキャンプの後に盛り上がっていろいろ買ってたんですが、今回はウクレレキャンプに向けて、ウクレレキャンプの前にいろいろと便利そうな道具を集めてですね、ウクレレキャンプを楽しもうと思ってます。皆さんも一緒にですねウクレレキャンプ楽しましましょうね。はい、よろしくお願いします。
茅ヶ崎 FM。 はい、聞いていただきました、ボサノバのウェーブですね。これ今度の、5月のアドバンスクラス、アドバンスソロクラスの課題曲にしようかなという思って今、ちょっと考えてるんですけども、弾き方をですね、この今聞いていただいたのは親指一本でやったんですけど、これ人差し指と親指をうまくこうコンビネーションで使えばより弾きやすいなというところで、ちょっと今アレンジをし直してるところです。これうまいこといきますと、次の5月の来月ですね、来月の第2の土曜日にやるんですけども、12時からですね、ここのソロアドバンスクラス、これの課題曲にしようかなと思ってます。このソロアドバンスっていうのはより先、ソロの、一般クラスよりも上ですね、上級クラスという感じの、クラスで考えてますので、一般クラスよりも難しいであろう曲を持っていこうと思ってます。一般クラスでも難しいやんというお話も聞くんですけど、毎月毎月同じレベルにアレンジするのは逆に難しくてですね、曲でなるべく弾きやすいものっていう風な感じで、でそのアレンジの中でもここ、こうすればもうちょっとかっこいいけど、これを入れると皆さん弾けなくなるだろうな、だから、この辺は省いといて、かっこいいけども省いといて皆さんが弾けるようにアレンジしようっていうのを大体一般クラスに、持っていってるんですけども、このアドバンスクラスに持っていく曲はもう究極に難しくてもいいかなと。とにかくかっこよければいい、難しさを追求するわけじゃなくて、曲をいかにかっこよくアレンジするか、それを弾くかっていうところですよね。だから無駄にかっこよくないのに難しくしてるわけではなく、今までこれを弾くと難しいだろう、ここにハンマリングとプリング入れたりすると皆さん難しいな、ここ制覇しながら小指でっていうのは難しいな、っていうことで、じゃあもっと簡単に、でもさっきの難しい方がかっこいいのになっていうのも多々あるんですよ。本当にたくさんあるんですね。でそれをそのままかっこいいまま、かっこいいの、BJ がもちろん思ってるだけで、皆さんが聞いたら別にどっちでも変わらんやんっておっしゃるかもわかんないですが、 BJ が考えた一番これかっこいいな、もうだから制限なくですね、かっこいいのを追求したものをアレンジの仕上がったものをアドバンスソロクラスに持っていこうと思ってます。若干弾きごたえのある曲であったりすると思うんですが、その時間内ですね、レッスンのその時間内で弾き切らないといけないというわけではないですので、弾き方を覚えて帰って、2ヶ月後、半年後、もしくは1年後ぐらいに弾けるようになればいいやっていう風なスタンスで参加いただければいいと思います。その間じっくりとこう楽しみながらですね、練習すればいいわけですからね。参加をお待ちしてます。明日、13日木曜日はですね、海レレなんですよ。天気もいいんですよ。風もあんまり吹かない感じで、心地いい雰囲気なんですけども、黄砂がやってくるということで、なんか最近天気に
構恵まれてないところもある感じなんですけども、黄砂がやってくるみたいですね、どうしようかと今考えているところです。明日の朝7時ぐらいに空を見てですね、青空だったら海で、黄色くもやのかかったような、これちょっとあんまり外にいると、吸い込むと良くないなっていうぐらい黄砂が飛んでるようであれば、屋内でっていう風に考えてます。一応予報ではこの辺はですね、それほど、飛んではきますけど濃厚なものが来るわけじゃないみたいなので、大丈夫だと思うんですが、一応ですね皆さんの健康こうも考えて楽しめるようにしたいなと思ってますので、ご協力をよろしくお願いします。飲んでいる胸のどこか奥で、いつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返す過ちのその度、人はただ青い空の青さを知る。果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を追いかける。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。ラララララ。はい、ありがとうございました。アコ趣味ネトラジ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。最近1曲目に聴いていただきましたウェーブですね、これを人差し指でストローク、親指でメロディーっていう感じでこう分離させて弾いてるんですけども、これ弾くときに弦が柔らかいとめちゃくちゃ弾きづらいんですね。ソプラノのマーチンのスタイル1でやってるので、特にカッチカチの弦を張った方が、サバレスの 140R というかなり太い弦があるんですけど、フロロカーボンですね。でこれと同じ口径の釣り糸、有力というやつなんですけども、1弦が14号かな、2弦が20号、3弦が28号と、で4弦がラウンドのロー G 弦という風な太いのでやるとこれ弾きやすいんですよね。でフロロカーボンも太くなると、カキーンっていう音よりもマイルドな音になるんですよね。モノフィラメントっていうのは太くなればなるほど高音域が消えてくるので、まあ癒しのいい音なんですよね。ということでネトラジは以上です。また来週お会いしましょう。おやすみなさい、さようなら。茅ヶ崎 FM